どうだ、アバロンサーバーに仕込んだマルウェアは何か情報を拾ったか。全然ダメ。決定的な情報は流れてこないわ。デジタルウェーブに関係するデータはかなり頻繁にやり取りされてるみたいだけど。デジタルウェーブ？ああ、それを使って大規模なプロジェクトが進行中らしい。スエドーって研究者が中心になってかなり本格的に調べてるみたいだな。詳細データはかなり奥深くに潜らないと無理だ。あとは気長に待つしかないわ。忙しいのか仕事？ここのところはあちこちでネットワークシステムの不具合が頻発してる。調べてみても原因がわからない。バグでもなければハッキングでもない。ひょっとするとそれもデジタルウェーブ異常ってやつの影響かもな。そういや、秋葉原でも例の怪現象が起こったって。なんか東京全体が変な感じだよな。いつも以上にどんよりしてるっつうか、ざわざわしてるっつうか。俺だ。ああ、分かった。ザクソンか。ああ、これからデモンズに仕掛けるそうだ。余計な手立ちはするな、だと。すべて自分たちの手で肩をつけるそうだ。あらら、やっこさん本気だね。地味犬も災難だ、こと。What? Is this a typo? They're super serial about this. Is that a typo?Super serial. Yeah. I guess they're super serial about this. あいつはどうした？さあ、今日はまだ見てないぜ。エリカ、あいつを見たか？さあ。あいつはどこだ？何をやっている？緊張してるの？なんでいるって。これから謎のハッカー K に会いに行くんでしょ。エリカが心配だからついて行けって。一人で行く約束？でもエリカが一人と一匹なら大丈夫って言ってたよ。行かない方がいいと思うな。私、無償で何かしてくるなんて気持ち悪いってエリカも考えてたよ。絶対何か裏があるって。あれ、リュウジが来たよ。エリカに聞いたぞ。これ以上Kに関わるな。奴の狙いが何である、デモンズはザクソンに潰される。放っておけ。毛が生え揃ったばかりのガキがカッコつけてんじゃねえ。お前に何かあったら俺たちが迷惑するだろうが。結局人間も二人になっちゃったね。心配するな。俺は姿を隠してついていく。お前もそいつの端末の中に入ってろ。はーい。いいか、深追いはするなよ。マスター。
have a victory, Uchida!世界での出来事はリアルではない。長いものだと人は言う。だが今や人はほとんどの時間をこのエデンで過ごす。エデンで生き方の情報が生活の大半を占めている。それならこの仮想世界での姿の方が人々にとっての理想の姿を手に入れようとする行為は間違いだろうか。やっていることがどれだけ滑稽であれ、 エデンで手に入れた力は現実あのピエロはいい例だ。少々詰めが甘いがね。ザクソン以外にもジミー・ケンを狙うハッカーがいたようだ。奴は自分の手足に操りとか巻きついていることに気がついていない。 奴は愚痴さ。デモンズの真のトップは私だよ。彼はいい看板だったのに、表舞台の仕事は彼に任せていたんだ。だがこれからは違う。これからは私がデモンズ全ての発火を率いていく。今エデンの発火たちは混迷している。数多の正義、 数多の価値観の中で何を選べばいいのかわからなくなっている。私がそんなハッカーたちを導いてみせる。デモンズを掌握し、ザクソンを屈服させ、エデンに存在する全てのチームを統合し、私の正体を問うため、君は一体誰だ。君は本当に君か。 一度も疑問に思ったことはないのか。借り物のアカウントでデータ化され、解散が可能になったこの仮想世界で、現実世界でさえ水槽の中の脳である可能性がある私たちの意識は、エデンのシステムの普及によってより曖昧なものを持ってしまう。大勢が何の疑問もなく行っている記憶のデータ化は、 実は人の意識の根幹を揺るがす可能性すらあるのだ。よく考えてみたまえ。エデンで君は本当に君であり得ているのか。エデンでこうあろうとしている姿と現実の姿、そいつの与太話に耳を貸すんじゃねえ。デュ
ジ出てきちゃダメだって。ごめん、私も出てきちゃった。黙って聞いてりゃグダグダと。そいつのメンツのために様子を見ていようと思ったが、ここいらが我慢の限界だ。煙に巻いた言い回しばかりしているが、要はデモンズの黒幕がてめえだったってだけの話だろ。悪事を別のやつに押し付けておいて自分がハッカーを導く、聞いて呆れるな。こいつを付け狙う理由は何だ。悪事をしてもらうぞ。彼が心配でわざわざついてきたんだ。ご立派なリーダーじゃないか。だが君は私に説教なんてできる未練だ。さて、約束を束ねて邪魔者を連れてきた報いは受けてもらおうか。自分が一体何者か、気が向いたらまた犯人の情報を送ろう。追うのは後だ。アク、開始だ。悪くなかった。終わった？その目はひょっとしてまた私が戦闘に参加しなかったことを責めてる？言ったでしょ？しかできないって。それにあんな大きなデジモンとバトルをすることを考えるだけで膝が震えちゃうだもん。妙なことをする野郎だ。気づかなかったな、あいつがしていたことに。やつはコマンドなしでデジモンを動かしていた。うん、デジモンでのバトルはハッカーが同じエリアからデジモンに命令して戦わせるもの。それなのにあいつはこの場にいないのにデジモンに命令していた。Yeah, everyone went out. It's just us here right now. Kはそこらにいるハッカーとは違う。バトルはともかく理解力はこいつのが上だな。そうでしょ、そうでしょ。これで分かった。これ以上奴には関わるな。奴の正体が何者か知らないが、得体が知れない。それに死も終わったようだな。帰るぞ。でもが、バツを。お兄ちゃんにバラしちゃってごめん。言うつもりはなかったんだけど、昔から隠し事をしてもすぐ見抜かれちゃうの。聞いてたよ、ケイトの会話。ワームモンと通信つないで全部見てた。まさかとは思うけど、あいつの言ったこと
気にしてるわけじゃないよね。あんなの君を混乱させるために言っていただけだよ。そんなのこっちと向こうの両方で会えば分かることだもん。何より精神データはエデンの最も重要な構成要素であり、不正にアクセスされないように最高難易度のセキュリティが設定されてるんだから。人の精神データにアクセスすることは、お兄ちゃんレジェンド級のハッカーでさえできないことなんだよ。そりゃ以前のアカウントの君とは会ったことがないから、その時点で別人に入れ替わっていたら私にだってわからないけど、で別人じゃないよね。別人なの？騙した。もう殴ったらまた壊れる？安心して、この間直した時パーツ強化したから。開始。What is a Digimon? What is a Digimon I want to add on my team?
Come on, don't you get involved in this game. Alright, so that's the end of this episode. Join me for the next episode. This is Snacks, signing out.